竹末東京プレミアムの醤油そばが食べたい気分だったのですが、ヤシオマスの塩そばも販売していたのでこれにした。サンマとイカの混ぜそばもあったのでこれも迷った。今週の土日がまさかの昼営業のみだったので行ってみた。麺は手もみ縮れ麺の、麺の硬さは適度。スープがヤシオマス感が強め。鶏白湯度合いはほとんど弱い感じで気づけない比率だった。具は、チンゲン菜は大きめ。穂先メンマは味付けも硬さも適度。穂先メンマは多分竹末東京のが今まで食べたもので好きかもしれない。スプラウト、カイワレは若干青臭さがあったかな。玉ねぎはアクセントにちょうど良い。肉3種は豚低温に鴨と牛ロースト、どれも比較的美味しい。骨の意外が、鮮魚系だとたまにある殻とか骨の意外が感、甲殻類の出汁だとよく遭遇する意外が感。竹末東京のヤシオマスの塩そばでは初めて意外がに遭遇したかな。若干気になる程度の量でしたけど、食べる分には問題ない程度だった。カニン、完食して腹満腹。ご飯物も食べれるかなと思いましたが、ビールまで飲むと満足ボリュームでした。Thank you.